セカンドボールはまた帝、そして前線に送ります。ドリブルが得意な奥抜きが1人剥がして、遠いサイドには黒川がいるが近いサイドのカーターを使う。ゴール前には11番の奥抜きと10番の黒川、サイドを変えてここに8番の真渡りのクロスが入って、ヘディングシュート、完璧なクロス、完璧なヘディング、先制点大宮、決めたのは奥抜きです。ああこれだけフリーにしてると真渡りクラスのクロスだったらやっぱりこうね落ち着いていいところを上げますよね、はい、素晴らしいボールだったです。まずここ大きく 68m の幅を使いながら人と人との間にうまく入ってますよね。そして奥抜きのヘディングもしっかりゴールキーパーの足元でした。そうですね、うまく叩きつけて